宮本さん、おはようございます。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 ありがとうございます。お越しいただきまして、朝から。すいません、緊急で。あ、ジャージっす。ジャージっすね。水野のジャージっす。今日は、この後は。今ちょっと指導が。指導が、はい、指導があるんですね。ありがとうございます。今日朝早くお越しいただいたのはですね、はい。杉谷選手の引退のお話をお伺いしようかなと。うちの坊主のシニア の,、はい、あの先輩、大先輩なんですけどね。あ、そうなんですね。杉谷、東練馬シニアで。でも、それじゃないんです。それじゃないです、ね。それじゃない。それじゃない。正直の試合終わってすぐちょっと。それだったら僕来てないです、ね。来てないですよね。申し訳ない。そうですよね。失礼しました。いや、昨日の本当にサヨナラホームラン見て興奮して、これ、視聴者の皆さんも、宮本さんのね、はい共有したいんじゃないかなっていうか、日本シリーズもずっと撮ってなかったから、この勢いでちょっと俺も宮本さんにちょっと。すぐ電話かかってきたね。いや、ちょっとこれは興奮したんでね。なるほど。みんなで楽しんだ方がいいじゃないですか。まあ、お祭りですから。まあまあそうですね。お祭りですから。いや、日本シリーズ5分になっちゃいましたけど。いや、まあ、ちょっと1、2戦見た感じでは、はい。やっぱりちょっと打線が活発になっちゃったヤクルトと、はい、ちょっと、吉田、はい、が、まあ、あんだけ歩かされると、ちょっと点入んねえな、みたいな雰囲気から、これちょっと早期決着もあり得るなと思った、正直。だから3戦目ヤクルトが取った時に、はい、あ、じゃあ神宮帰れっかなぐらいに本当正直思ってた。あ、なんかこう、しかも3戦ちょうど開催されてた試合で、はい、もう結構初の完敗とかしっかり負けましたね。まあそうですね。ね、ヤクルト大勝という感じだったのか。まあ前半はね、投手戦で面白かったんですけど、うんうん、まあでもやっぱりオリックスのピッチャー陣すごいですか、やっぱり。まあ先発がちょっとね苦労してるけど、はい、でもやっぱりあそこのもう宇田川総一郎すごいっすね、ワゲスバック、まあ阿部は打たれましたけど、うん、まあでもやっぱりあの辺が1イニング全力で来られると。でもね、昨日のゲームは外してるんですよね。ああ、そうなんですよね。その宇田川と総一郎外してるんですよ。そうですよね。ここがね、やっぱりこう腹が座ってるというか、中嶋監督のね、もう大手もしかけられたとしても、はい、まあ、6戦はもう絶対行くわけですから、はい、昨日負けててもね、オリックスが。やっぱあそこでこう腹据えて外せるっていうのが、まあ、すごいなと。それで抜きに勝ったでしょう、まあ、こんなにリリーフの方たちも日本シリーズでさえローテーションというか、うん、きっちりこうやってされる。いや、でもね、やっぱり宇田川、あ、総一郎なんか多分では2戦目だ、はい、2イニング投げて、はい、で4つ目も2投げてるから、ただ2ってあんまりいかないよね、やっぱり。もう日本シリーズ用なんだよね、大体。うん、昨日清水も行ったでしょ、2イニング。はい、行きましたね。だからもう完全に日本シリーズで、もういいピッチャーで勝ちに行くっていう風になるから、うん、はい、まあ仕方ないですよね。で、そうなると、まあずっとやっぱりいいパフォーマンスを出してほしいって考えると、はい、まああえて勇気を出してやりましたよね。いやー、でもきっちり2人入ってなかったじゃないですか、昨日。入ってなかった。ワゲスバックだけ残してね。ワゲスバックは1-1しか投げてないから、はいはい、だと思うんですけど。それでいくと、あの3戦目解説されてた試合も、もうちょっと、なんでしょう、そんなにつぎ込んでいかなかったですよね、なんか、大差つく前も。あのね、やっぱ負けてる時って、いけないですよ。はい、無駄打ちの可能性あるんで。だから、やっぱり同点なら行くと思うんですけど、はい、やっぱ負けてる時って、やっぱりもう7つ、今年の場合最後まで行くと8つ、はい、ってことを考えたら、まあやっぱり行けないですよ。まあ普通です、あれは。あれ普通なんです。普通です、普通です。で、実際、翌日あの対負けて、7対1で負けた翌日、1-0 で。そう、これね。はい、昔僕が現役の時に連敗してる時にちょうど交流戦で、当時西武の監督の渡辺久信さん、はい、まあ、現役もちょっと一緒にさせてもらってたんで、ちょっと試合前というか練習中にね、はい、勝てねっすって話していたら、深夜もうこういう時はな 1-0 しかないんだよって、 1-0 の方が勢いつくんだよへー
って言ったの。でそれね、昔野村さんも言ってたような気がするんですよね。やっぱ勝てない時って1-0で何とか勝たないといけないってへって言った時に、あ俺これちょっといこの勝ち方って、しかももうバリバリの系統で勝ったじゃん、はい、4回でまだ点取られてないんで山を抱えてでまたその期待に応えて宇田川が2連続三振して無失点に抑えて、はい、で考えたらこれ意外と勢い乗るんじゃねえかなってちょっとねよぎったんですよね。そういうこう渡辺久信さんの話とかね、はい、もう思い出した時にこう苦しんでる時の 1-0 って、はい、ちょっと勢い乗るんじゃないかな。要するに 1-0 っていうことは大きいミスをしたらダメなわけじゃん。いやあとヤクルト相手の 1-0 ってもうちょっとしんどいっすよねまあその強セラだっていうのもあったと思うけどね。これ神宮だったらもっとこれね、だから2勝2敗のタイになったけど、はい、もうこれあと神宮3つなんですよ、はい、8戦目も神宮みたいなんで、はい、これはやっぱりちょっとまだ言っても若干ヤクルト有利かなっていう。そのシーンはやっぱりまあやっぱピッチャーが投げづらそうに感じるんですよ、オリックスのピッチャーが。うーん、でやっぱり神宮って多分慣れが必要なんですよ、多分ピッチャーは。あ、そうなんですね。打ち下ろしの球場なんで、はい、マウンドは規定の高さでも多分高さがそんだけ出ないと思うんですよ、打ち下ろしてるから。だからね、1戦目山本由伸、僕ラジオ解説を言ってたんですけど、はい、もう初回の投球練習からボール抜けまくってたんですよ。なこれ怪しいなって思ったんですよ。へえ。やっぱり山本由伸でもなかなか合わせられないんだなって。だから自分の中で無理に抑え込んでいってて故障したんちゃうかなと思うんですよね。あ、そうなんですね、うん、なんかそんな感じはしたね。まあ分かんないけどね。あの当日解説されてて山本由伸さんやっぱりちょっと普段ともちょっと違う感じ。全然違う。あんな見たことない俺は。あの俺が解説行って何試合かあるけど、はい、こんなの打てねえよなーなんていつも思ってたけど、あ、これはチャンスあるなって思ったもんね、あの時は。ほんならいきなり塩見がカーンって初球打って、はい、であれでなんかガラガラガラみたいな、次もう出てこないかもしれないっていう、ちょっと厳しいんじゃないかな。やっぱりそのどこかを気にして投げると、はい、まあいくら山本由伸といえど、まあ、いつものボールは投げれないだろうし、まあ、それでもゲームは作るかもしれないけど、はい、でもやっぱまた神宮じゃない、京セラじゃないから、だからまあもうないんじゃないかなと思うね。8戦まで行ってスクランブルって言ってもう次やりませんってなった時に、もしかして本人が1イニング2イニングで行きますみたいなんで行く可能性はなくはないとは思うけど、はい、まあでもまあまあそのね、紙面で出るのは脇腹って言ってるから、はい、ちょっと脇腹は厳しいと思うんだよね、まあ、うん、ヤクルトよりオリックスの方がなんか熱い感じ、先発投手も熱い感じがするんですよ、うん、並ぶと。だって昨日なんて1年目の1勝のピッチャーですよね、ヤクルト投げて、うんうん、すごいですよね、優勝されたのがもうヤクルトがそもそも、うん、まあそうだね、だって10勝投手いないからね。ねえ、で次がまた小川投手が多分先発、まあ小川でしょうね。オリックスは幸也ね、はい、うん、多分そうじゃないかな。さあここでなってその後来るんですかね、あの長は宮城じゃない、宮城さんが、宮城さんってなんで3戦目だったんですかね。いや山崎幸也がバッティングいいからっていう、やっぱそっちなんですか、やっぱり見たいよ。それもあるみたい。バッティングスちゃんと打ってましたもんね。打った。ね、どうですか。やっぱセンスなんかいろいろ見ると、あるある、ね、すごい。そうそうそう、日大三高でね。すごいバッターだったみたいですね。なんか選抜かなんかで。あ、そう、記録もなんか記録持ってるみたいな。そうそうそう、っていうか日本シリーズもやっぱこうバッティングいいからっていう計算で2戦目の先発とかされるんですね。だから。まあそのまあ考え方だけど、はい、いいピッチャーでいくっていうふうになるのと、はい、まあ、山本由伸で勝ちを計算するじゃない、どうしても。だからそこで別にっていうのがもう計算は狂ったけど、まあ、4回ピシャッと抑えてで鬼の系統に入ったんだけどさ。そうだね、あと先発陣見てもどうだろう、はい、あとはもう宮城、うん、
グッグさん宮城ではもう落とせないよね。だからまあもし6負けても宮城で勝って、はい、あとはもう総力戦みたいな。あの日の3戦目の宮城さんの調子はどうだったんですか。最初良かったけどね、まあ、僕日刊スポーツなんで、はい、まあ、評論で西本さん、はい、昔ジャイアンツをね、はい、されてたんだけど、まあ、インステップが結構大きくて、はい、まあ、昨年よりね、はい、そうなるとやっぱり体のなんていうのロス、はい、その長いイニングを投げるのにしんどくなってくるんじゃないかと、体力的にね、まあ、結構無理に苦労するとやっぱ無理にひねってこないといけないし、はい、でそれが最後甘くなったんじゃないかと山田のスリーランなんか、まあ、そこがちょっと心配だけど、もうでも7つ目ぐらいまでいくともう基本的にもういかなあかんからね、みんな7は行くんで、まあ、通常の第6戦なんだけど、はい、もし、まあ、あの土曜日、はい、オリックスが負けると、うん、もう7、8が総力戦になって、オリックスが勝つと7は負けても8に総力戦っていう、はい、まあお互いだよね。お互い面白いな本当にだからこうなん、まあ、みんな先発ピッチャーとかも入ると思うの、投げれそうなやつは、はい、だから極端な話、宮城が7回投げてもう8回も8戦もベンチ入りとかっていう可能性だってなくはないし、うん、昔ね田中将大が6戦で先発して7戦ベンチ入りで最後抑えて勝ったみたいなのもあるし、ありましたね。だからそうなると総力戦で、まあ、ヤクルトの場合は小川は多分入らないと思うね。そうなんですね、立ち上がりが悪いピッチャーだから、うん、1回ね抑え回した時も失敗してもうすぐやめたぐらいから、はい、だからまあどうなんない、まあ、入れるかもしれないけど、それでいくとちょっとヤクルトファン気になってる選手、多分山田選手スリーラン打ちましたけど、宮城選手からあの時こうその前内野安打になったやつがあるじゃないですか、うん、でホームランになってこうなってるのが、うん、宮本さんなんかこうちょっと不安そうな気配がなんかこう復調したと言い切らなかったなって解説会見してと思ったんですけど、実際どうですかっていうか、まあ、ちょっとだいぶ打たれてないですけどね。だいぶ打たれてないね。だいぶ打たれてないですね。まあやっぱ悪いよね。だからもうあとはなんていうかな、もうまあこのホームラン打った時みたいに、はい、多分あれもう次まっすぐ 1-2-3 でいったと思うんですよ。でそれがインサイドちょっと甘めに入って真ん中付近に来たっていう、まあ、うまくそこに噛み合ったみたいなバッティングだったんで、はい、うん、こうまあいつもの山田じゃないのは確かだよね。まあいつも、まあ、今年ずっと悪かったけどね。だからまあそういうシーズンなのかなっていうふうには思うんだけど、まあ、ちょっと村上がねちょっともう一つなんか打ててないのでね、だこう全体のチームの流れとしてはこうはなってきてんじゃない。でオリックスがすごいって打つかっていうと、まあ、そんな打つような気配もないんで、うん、まあまあまだ僕はもうちょっとこれくらいの差でヤクルトがまだあるかなみたいな感じはあるけど、うん、オスナ選手今4割5分5厘とかなってますもんね。いつ打ってんなみたいな感じの感じあるし、うん、まあ塩見とね、塩見さんもすごいですね。まあ塩見さんはもうあのいいサイクルに乗ったから大丈夫です、最後まで多分。これって山田選手ここまで打たないときに打順ってどうなんだ。1番に戻したでしょ、1番にやったでしょ、1回やって、ほんでその時に塩見が打ってないの。山田さんこれ3番とかでずっと起用していいもんなんですか、やっぱ変えられないもんなんですか。また1番とかやるかもしれないけどね、わかんないけど、多分下位に落とすっていうことは多分ないと思う。ないんですね。ないと思う。やっぱそういう高津監督の感じでいくと多分ないと思うね。あとはマクガフさんの、マクガフ選手京セラが相性悪いのかな。去年もねさよなら、京セラと相性が悪いのかな。あそこピッチャーが投げやすいって言うんだけどね。結構分かんないなんかちょっと面白くなる、面白くなる、すみませんね、両方のファンじゃないからあれなんかあるかもみたいな、清水投手よりはちょっとなんか幕が、そうだね。でもまあ言ってもちょっと1本ぐらい出るじゃないですか、ヤクルトのリリーフ陣とかを抑えたとこ、うん、塁には出るからちょっとなんか最後の最後までちょっと楽しめるっていうか、うん、僕は単純に純粋にあの8戦目ぐらいまで見たいなって思って、まあまあそうだね、野球ファンとしてはね、面白いね、日本シリーズはもつれた方が面白い、ね、面白いです、面白いです。来週宮本さん収録予定ありますんで、はい、
総括をそこでしっかりと。そうですね、はい、そうですね。まあでも、まあここ2年ね、面白い日本シリーズ、いや最高に面白いですね。これ8戦目までいくとまたね、ちょっと歴史的な感じになるから面白いけどね。確かに、これでも現場は嫌なんだよ。それは嫌ですよ。早く終わった方がいいでしょ。あの、全然これあれですけど、8戦目までいったらなんかちょっと、でもすごい球団としてもいいじゃないですか。球団としてもいいし、あるんですか、選手も。選手もある。それってビジターの選手にも配分あるんですか。ヤクルトだけなんですか、8戦目だったら。違う違う、日本シリーズに対しての分配金っていうのがある。へえ。まあボーナスだよね。あのペナント以外の試合なんで。4戦目と、じゃあ4戦までと7戦までだ と、 と全然違う。あ、ボーナスが違うんですか。全然違う。めっちゃ面白い、初めて知りました。全然違う。え、じゃあまあ選手稼いでるからな。まあストレートで勝てんな、ストレートの方が絶対いいよ、そんなの。あ、選手でもね、なんか俺は日本シリーズ3回出させてもらったんだけど、全部4勝1敗なのよ。いや僕ね、7戦ってやりたかったなと思う、今になるとね。どんなドキドキ感でやるんだろうみたいな。負けたら終わり、勝ったら日本一って、もう天国と地獄じゃない。そうっすね、最後の最後でみたいな、はい、そんな試合ってどんな心境でやるのかなみたいな。そりゃそうですね、せっかくプロ野球選手になって日本シリーズまで1回ぐらい経験してもね、それ超えるプレッシャーってなかなかね、ないけど、まあ、4-1 の方が気は楽だよね。まだ4-1 ぐらいの時はちょっと気楽ですよね、最後。気楽っていうか、よし今日決めるぞみたいな、うん。ああ、そうなんですね。いいこと聞きました。ありがとうございます。何も。はい、ではまた来週、はい、日本シリーズお話を教えて、お伺いします。ありがとうございました。ありがとうございました。